皆さんこんにちは、おチャンネルです。よろしくお願いします。全9回でねお届けしております VVVF 特集、今回は第5回目になります。三菱の IGBT を取り上げてみたいと思います。今までずっと GTO だったんですけどもね、今度 IGBT ということで、まあ、GTO がね昭和の末期から平成にかけてだったんですけども、 IGBT は平成に入ってから、いっぱい出てきて、今もなおね、いっぱいあります、まあ、今ね PMSM とか SIC とかね、いろんな組織が出てきましたけども、まあ、まだでもまだ IGBT はいっぱいありますかね。はい、で今回三菱の IGBT なんですけども、まあ、三菱 IGBT というのは結構全国的にもね、いろんな鉄道会社が採用しているモーターだと思います。それだけに音の種類が多いんですね。はい、というわけで今回はこの5つを選んでみました。せーの、ドン。はい、まず1つ目、 E231系500番台です。今はねこの電車はね、中央総武線の車両ですけど、もともと山手線の車両でしたね。私にとっての三菱の IGBT の標準的な音はこの E231系500番台、山手線時代の録音を持ってきました。で2つ目が小田急3000型です。これもね三菱の IGBT と結構標準的な音ですかね。そして3つ目、埼玉高速鉄道の2000系です。私はこの2000系の三菱の IGBT はね、そんなに好みではない音なんですけどもねまあ聞いていただければわかると思います。で4つ目がね、都営の、6300型、これは三田線のね車両です。6300型はね、初期車が三菱の GTO で後期車が三菱の IGBT なんですけどもね、まあ、これもね私は好きです。この音結構独特な音ですよ。で最後5つ目、東京メトロ1万系です。これ有楽町線とか副都心線の、電車なんですけどもね、このメトロの1万系はそれより前に作られていた東西線の、ね、05系の最終編成だったりとか、共通設計で作られた東横高速の2000系だったりとか、あとは同時期に登場している、京急の、新線型の、ね、ステン列車とかもね、この、メトロの1万系と、ね、同じような、ね、音を出すんですよね。というわけで今回この三菱の IGBT、関東地方からこの5つを選んでみました。まあ、関東以外にもね、東北、関西、四国とか九州は三菱の IGBT、四国はないけど九州はあるね。はいはい、ありますかね。はい、というわけで今回はこの5つをね、ご紹介させていただきました。では走行に移りたいと思います。どうぞ。
快速急行富士山駅を乗り換えた袖口右側です。快速急行富士山駅終点富士山で各駅停車から瀬戸市駅の乗り換えに行きます。
電車です。北参道明治神宮前は通過いたします。まもなく渋谷終点です。
お忘れ物なさいませんようご注意ください。東京メトロ副都心線をご利用いただきましてありがとうございました。足元にご注意ください。出口は右側です。